はいどうも皆さんこんにちはこんばんは。今回はですね4月4日しがらきの誕生日でめちゃくちゃかっこいいしがらきのヒーローバージョンのコスチュームをね手に入れることができたのでこいつを使って動画撮っていこうと思います。まあしがらきといえばねシーズン4でカタストロフィー実装されてめちゃくちゃ強くなりましたね。てか今回のスキンマジかっこよくね。これやばない？これかっこよすぎ？ちょっと大丈夫？これビビってるんだけどちょっと今までのさ、批判とかじゃないですか。でも今までのやつは、お世辞でも言えなかった。誕生日キャンペーンのスキン素晴らしいって。今日のはすごいいい。なんで？では行きましょう。はい、というわけでね、早速装備していきましょう。まあ一応ね、これまあコスチュームいつもと同じなんですけど、色合いがいいよね、今回のすごい。やっぱ色違うだけでこんな違うんだな。うん、まあでもしがらきの服がそもそもセンスあるっていうのもあるのかもしれませんね。というわけでいきましょう。はい、というわけでね誕生日スキンしがらき使っていこうと思います。いやめっちゃかっこいいな。誕生日の新スキン、そしてですね新個性カタストロフィーで今回は挑んでいきましょう。デクが目の前にいる。このデクは合わせれるか、合わせるか。アルファ着地点にアルファ置いておく。しがらきもいるな、あっちに。しかし、アルファ打って、アルファ打って、オッケー、割った。これはガンマを使って大ダメージを与えるか、ガンマからのベータコンボ、もう一回ベータでダウン、しっかり取っていく。ナイス、いいね。これ強いのよ、マジで。これが強いのよ。はい、というわけで、漁っていきましょう。まあ、もちろん、アルファ上げ。まあ、ニューシガラキはね、僕、まあ、やっぱアルファ上げが一番強いなって感じですね。まあ、アルファがね、基本攻撃なんだけど、ダメージがとんでもないんですよね、本当に。ダメージが範囲だね。ダメージもすごいんだけど、一発70食らうから。どっちかっていうと、範囲が強いんだよな。あと、ガンマとベータは、まあ、ベータに関しては、ガンマの後使うっていうことを念頭に置いておけば、まあ、全然使えるんだよね。使えるっていうか、当てやすいんでね。はい。まあ、ガンマスキルはね、かなり、こう、ひるみが強いですよね。ガンマ、ベータでしっかりひるませていって、ダメージを与えていくと。こっちいる。爆豪いるね。あれ、爆豪追いかけていって、お、ワンチャンいけんな、これ。ガンマからの、このベータは当たるかな、当たんなかったの、ちょっと。ただ、シールドクラッシュして、これは追いかけていきましょう。逃がさないよ。オッケー、アルファ打って、アルファ打って、しっかり倒し切っていく。ナイス。はい、ベータ、はい、ベータ、アルファ。オッケー、倒し切っていく。ナイス。そしたら、アルファ強化して、もうちょっとかな。もうちょっとで9になるな。オッケー、オッケー。どんどん行きましょう。あ、向こういたな、今。あれ、なんだろうな、敵。あ、トゥワイスかな。アルファ？アル、あ、待って、なんか来た。デクが来たな。ガンマ、ベータ。ベータがちょっと当たんなかったね、今。でも、まあ、アルファ打って、デクに対して、ダメットではまあ、負けてないよ。オッケー、これ、逃げ先にね、アルファ打つのがめっちゃ強いんですよね。これ、ガンマで空中浮いて、デクがいるな。デクに対して、ベータ打って。これは逃がさないよ。オッケー、逃がさない。非常に強い。これをフィニッシャーでしょっか。はい、女王の緑がいずく。オッケー、フィニッシャー入れて、しっしっかり漁ってアルファと次ガンマ上げるか。射程が長くなるんですよねガンマ上げると。そこが非常に魅力的な部分。ガンベータからのアルファコンボ。オッケー、200ダメージぐらい入ったかな。一応アルファ逃げ先にベータアルファ、あー転んじゃったか。いい高したね。これガンマ当てていこうか。オッケー、ガンマ当てて味方もしっかり合わせてくれて結構大ダメージ入ったよ。ナイス、出していく。じゃあこれベータ置いとこう。格殺がね、結構ベータがね、強いんですよね。置いとくだけで、勝手にダメージ入ってくれるんだね。ベータ格殺がマジで強い。おすすめです。ちょっとシールド入れよっか、一回。OK? さすが誕生日補正。誕生日キャラ使うと強いっていうのがある。って。超絶ダメージがあったんだけど、一回これ引くか。一回これは引きで。全体回復入れよっかな。ワンチャンさっきの爆豪とか来るんじゃねえか。来ないか。来な、あ、向こういるな。向こうのしがらきに対して突っ込んでいきましょう。どこ行った。ダビもいたな。あ、しがらきいた。見つけた。あ、どこ行った。しがらき消えたな。マイク、あ、いるいるいる。アルファ、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 オッケー。回復してなかったね。体力なかったんかな。回復どこにも。さあ、これ、格殺。1個置いとけばもうこれで核入るんでね。さあ、しっかり核入れていく。ナイス。あ、セメントスきたね。なんだあのセメントス。さあ、これガンマ入れて、瀕死。なんかいるな、相沢先生どっかに。あの上か向こう側にいるっぽいけど。あ、なんか今いたな。てか別のやつ。デクに対してアルファ打って、アルファ打って、アルファ打って、しっかりダウン持っていく。これ核入れちゃおうか。相沢先生がいるね。相沢先生が
別のセメントスかな。あ、なんか行ってダメージめっちゃ食ってる。これガンマからのベータからのオッケー、大ダメージコンボ決まった。これは逃げ腰で逃げながらちょっと回復しこう。一旦回復。あ、ナイス、見事。体力回復でか、強すぎ、熱すぎ。結構ねセメントがめんどくさいんで、バックゴムいるな。あ、セメントあそこか。オッケー、アルファ2発。やば、バックゴーの攻撃で、これガンマからのベータ。オッケー、ひるみ入った。これ逃がしたくないね。これは逃がしたくないぞ。オッケー、入ってるダメージ。回復入ったな。セメントの回復かな。やるな。なかなかやるな、その回復は。お、味方が1枚倒してくれたね。エンデバーなんだ、あのパーティー。別パーティー来たな。オッケー、これアルファ置いて。回復させないよ。めちゃくちゃいっぱいいるな、ここ。これ距離取りつつ、距離取るのもこれベータで、オールマイトに後任せよう。あれね、味方に任せるべきところはしっかり任せる。で、これはデクのオールマイトとデクフォーカス合わせていって、トゥワイスが横から邪魔してるんで、これデク逃がしたくないね。ベータ、はい、決まった。いいね、上手に決まりましたね。さあしっかり核入れて個性カード上げていきましょう。ガンマ上げていくよ。オッケー、これアルファ置いて、エンデバー起き上がってんだこれ。アルファ置いて、ナイス、しっかり倒し、きゅシールドも回復していこう。いいねー、KO 数加算でいくよ。味方になってんだよこれ。かわしに行こうか。ダビがいるっぽいな。これ空中浮いてからベータ。これは2、あ、プルスケイオスか。これワンチャンあれだな、ガンマ使ってくる前にこれ仕留め切りたい。オッケー、はい、これあと4。え、もう1回チーター。え、待って、チーターかも、チーターかもしんねえ。ちょっと待って、誕生日チーターだ、倒した。これチーターだぞ多分。え、2回作ったの今多分。え、作ったの2回。え、違う、どっちだ、わかんないけど、多分チーターだよ今のね。誕生日チーター。まあいいか。もう勝ったらどうでもいいや、チーターは。負けてもどうでもいいんだよな。何も感じないんだよな、負けても。もうチーターとかに。ハッピーバースデー。チーターもやっぱ誕生日だから譲ってくれたんかな、勝ちを。え、あれ味方じゃないと、味方持ってるはずないからな。2回使ったよな、明らかに。見当たらないけどな。まあでもアンチが最後岩場だから、あ、そうじゃん。てかさ、今カタストロフィーシガラキはこういう岩場でも戦えるんだよね。そこめっちゃ強いよねマジで。はい、この移動距離、そしてガンマレベルが上がってるから移動距離が凄まじいんですよね。さあオールマイト突っ込んだ、これ合わせていきたいところではあるが、ベータを打って、トゥワイスもいるな。トゥワイスの分子倒して、おー、これは美味しいぞ。トゥワイスが茂みの方、これデク先でいいかもな。ガンマで浮いて、ベータベータ、これは適当に打ったら当たんじゃないか。誰かしらに当たったね。相沢先生もいるな、どっかに。相沢先生多分ベスパーティーだと思うんだけどね。これトゥワイス倒しきっちゃいたいところはある、正直。逃がしたくないけど、どこ行った、足左か、オッケー。これね、遠距離砲にもなるんですよね、これね。あれ、どこ行った、あ、いた、ここだ。これ当たるな、オッケー。はい、当てていく。まあ円形なんでね、円形ってことを考えたら結構ね、簡単に当てること。あー、相沢先生来た。待って、なんか味方真相だね、大丈夫か。一回これ引いていって、回復入れちゃおう、全体の。OK。相沢先生来てんな。この相沢先生、マジしつこいな。はい、ダメージ与えていくよ。おっと、どこ行った、消えたな。いて、やるな、この間先生。ガンマからのベータ。あー、持ってんかい。セメント先でもいいかな、もう。さすがに。お、セメント倒した。この間先生が一生ね、これベータ当てて、ほら、ベータ当たんだよ、これね。これガンマベータ、これ地面に設置しとく。さあ、間先生、核入れちゃって。あともう一枚、あ、バック入れてね。これガンマベータで、味方がフォーカス合わせる。一瞬で死んでいく。えぐすぎ。で、あとはあの相沢先生じゃね、あ、死んでるのか、あ、セメントっすか。じゃあどこいいんだろう。あ、いた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 、これ、よいしょー、ナイスー、 GG。 え、途中のあれチーターだよね。プルスケイオス2回使ってたよな、どういうこと。え、はい、というわけで今回はね、誕生日シガラキ使ってきました。やっぱシガラキのカタストロフィー強え。まあシガラキ君の誕生日というわけでね、今回はチーターも討伐したんでね、誕生日おめでとうシガラキ。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。